どうも、近藤と申します。はいっす。はい、ということで今日はですね、3人揃って外に来ておりまして、こちらキックスシックスのリフレクターロープレスが今後発売するんですけども、これがですね、今ロープレスということで最近ね、すげえ話としての動画としてバズったイエローグラブ、いや、嫌な MC やな、バズったから、あんま自分で言わへん9号イエローすればもう、まあ、話題とかしてるんだよな。確かにそれはあるわ。ちょっとね、せっかく3人ともこの95イエローグラブ、まあ、それぞれ持ってるということなので、ちょっとね、この新作のロープレスをそれぞれ付け替えて、いろいろね、ちょっと見ていきたいなと。で、その前にせっかくね、これ持ってるのが18年で、今渡辺持ってる、これがね、20年今年のね、今年の、で、これがね、まずこんな感じ、わかるか、はい、これパッと見ね、こっちの色濃いね、まずね、まあ、入ってるっていうのもある、まずこの塔の感じ、でこっちが20年、こっちが18年ね、ここグレーと黒って言ってもいいぐらいの差がある。そして黄緑とイエローって言ってもいいぐらいの差があるな。ここがね、細かく大きく出てくる差かなという感じですね。それ以外のグラデーションもちょっとこっちの方が濃かったりするんですけど、あのエアの感じとか、他この気圧の感じとかほとんどまあ一緒で、その黄色がかった部分のみが割と違ってくるかなと。で、18年のインソールね、ちょっとね、そうですね、ちょっとね、履いてしまってるのであれなんですが、その上が、20年という感じのね、これも色味がね、ちょっと違うのと、こっちの方がね、スポーティーとか素材感がちょっと違うかなっていう。黄色が、こっちはやっぱ黄緑で、黄色っぽいっていう感じのデザインになってる。インジもね、前回とほとんど変わんないかな、っていう感じですね。で、裏面が、まあ、細かくはちょっとだけ違うんですけれども、まあ、そんなに大差ないような感じの仕様になっております。どんどん復刻度が高くなってる。でもこれも履いたら分からへんしな。まあ、15周年が出た時は過去ナンバーワンオリジナルに近いってやつ。あ、そうなの。そうなの。これが出たタイミングでこれが過去ナンバーワンオリジナルに近い、またなんかその小さい詐欺繰り返してるみたいな。なんかそんな言われてるんだよね。そうそうそう。でも一応アトモスに書いてあった記事ではこれがその一番最初の、オリジナルのイエローに近づけたことらしいので、これね、4種類ありますので、いろいろ書いていきたいと思います。さあ、どうでしょうか。まずこっちですね、腹口のグレー。グレーいいね、シンプル。ね、もう無難な色というか。そして渡辺のイエロー。これ意外とやってみるとめっちゃ良かったです。そんな派手派手しくないんだよね、意外と。意外といい。意外とすんの。そしてこちら、グラフ。ちょっと大人っぽい。すごいヘビ感強い。そして最後、白。はい。あ、結構純正に近いんですけども、純正よりもこのロープレスの方がちょっと変化して、それっぽいね。それいいな、やっぱそれがバランス的に一番いいかな。本当は夜とかね、確かに光るから。本当はそうそう、リフレクターだから夜に撮った方が映えるぞ、映えるぞ。これはスポーティーでいいね、なんか。すごい。イエローのこのロープは、もうこの9号イエローの、確かに。対9号イエローよね。中がね、違うんだろうって、勝手に専用と思った。専用だ。このイエローはこれね、つけないと。割とこの白、黒、グレーなんですよ。ロープレスの組み合わせは何でもいけると思うんですけど。イレブンとかね。なんかそうね、特に。なんかグレーがさ、もう黄色に合うような感じがしちゃうな。染み込まれてる。これだけグレーと黄色でやってるもんね。そうだ。だから。リフの色じゃん。リフの色がその色。だからまあ、その色に。確かにこれの、この靴のために。この靴のために作られたような感じ。色だから。30と 27.5 か。同じ120で。まあ全然十分ですね。マジで全部120でいいです。120でいいです。95にロープレストークになれば120が決まります。いや、かっこいいね、エアマックス。やっぱ普通に名作よね。いや、これはかっこいいですね。名作です。いい絵じゃないですか。もう3つも並んで、いわゆるエアマックス狩りみたいなのあった時にスニーカーハマってたんですか、2人が。いや、全然全然、俺なんか5歳とか買ったの。あ、そうか。そうだ、俺だ、中学校でバスケ部で、まあバッシュはしてたけど、そのエアマックス系とか、それは、まあ、あんま詳しくない。
さ、なんかよく言われてるのは95年にブームが来たんじゃない97年に95のブームが来たんじゃない。へぇ、その時さ、うん、じゃあその95の時はそんなにってことだよ。一応そのエアマックス狩りと言われてるものはあったんだけど、すぐ97年にもう一回その波に行きたいぐらいの熱量のムードモニターあったら全然中学生の時興味なかったですね。バスケだね、バッシュだね、俺は。マジックテープのバンズみたいなの入ってたじゃん。マジックテープ、マジックテープのなんか入ってたじゃん。マジックテープのなんか口フリーズセンターで1000、2000で買っている大量の靴ばっかりやってた。口フリーズセンターで選ぶしかなかった。バスケ部入ってようやくバッシュっていうのを買わなきゃいけないじゃん。ナイキのね、これアジアスピラとか。え、中学校、そう、小学校、小学校マジ普通のその元マジックテープ。小学校何部？バドミントン。え？バドミントン。マジ？ダブルス？いや、俺なんか可愛い女の子が入ったからなんか入った教官。純正？純正じゃない。何それ？これ聞きつつ。また違うやつか。俺が前買った。昔はあのこういう蛍光のやつをさ、そのアディダスの。ポーラムじゃんけど、ああいうさ真っ白のやつにさ、うん、カントリーとかさ、うん、スーパースター2とかさ、うん、スーパースターとかもいいけど、そういうのに黄色とかピンクとかさ、蛍光の紐を真っ白のやつにはめるっていうのが流行ったの。俺大学で、ね、蛍光の紐がやたら人気の日があったの。蛍光の紐って蛍光が人気だったの。そう、2000年代前半とか、ね、そうなんか蛍光が、蛍光の紐めちゃめちゃ変えるって、黒ヤマンバギャルみたいなの。でもそれって有効なんか。でも別に最近もさ、うん、結構よ、まあやってみてる、そう、最近はね、その靴紐のあれがあるけど、なんか当初の人は紐を変えるなんて発想ないからね。なんかこれやったらここももう一個変えたいけどな。ない純正にする、ドットグだって。ああ、いいかも。やっぱ他の方がね、なんかこだわってた、ごつさが出てくんな、うん、なるほどね。太めだから。そうね、これは純粋で。あ、でもやっぱ俺これ一番好きかな。わかるわかる、俺もそれが一番好きやわ。今度あ、でもグレーだな。俺これも好きになってきた、やっぱいいっす、自分のこれもいいから、はい、ということでね、一応今回の4種類、キックスジックスからのね、リフレクターロープレースを紹介させていただきました。はい、まあ、一応エアマックス95に当てはめたんですけど、他のスニーカーもね、いろいろまあロープレースのものありますんで、ぜひお好みでお付き合いいただけたらと思います。はい、はい、ということでまたよろしくお願いします。はい、じゃあそれでは皆さん、また明日も、はい、バイバイチーバヤヤンって言うんだよね。はい、いいスニーカーライフは。そうね、ミシック、まあまあ、ある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 、うわ最悪、うわうわ最悪、うわ絵が最悪だ、最悪の絵を、最悪の絵をお届けしております。みんなイライラしてる。あ、みんなイライラしてる。これねちょっと難しいね、確かに。あんなそれなんか弾く逆